毎日更新ドグチューブ、ドグマガザメでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、今日ですね、皆さん新企画を思いつきました。おいや、もうこれはなかなか常人ではできる、考えつかない企画でございます。なんとですね、こんなものを見つけました。見てください。おこれは東京都内にある、まあ、1000円の自販機ですよ。僕はびっくりしました。こんなものがあるんですねこの世の中に。いや、驚きました。これでですね、この大当たりと言われているものを当てるというこのニュー企画、このファンシーなコケティッシュな、そしてアグレッシブなこの企画をやっていこうかなと思いますのでお願いします。なんとなくなんですけど、もうここを 見ていただくと分かると思うんですけどね、映りますか、はい、なんとなくですけど 3DS は僕はね、もうなんとなく満足してしまっているので、なぜか分からないですけども、 PS ビータが出たら終わりという新企画をやらさせていただきたいと思います。驚きですよ、昨日の動画でね、これは新しい企画何かありますかというところですね。もういろいろありまして、1000円自販機当たりおめでとうございましたっていうね、ちょっとわけのわからないコメントも多かったですけど、間違ってますね。僕はそんな出したこともないですから、この新企画で皆さんお届けしていきますんで、記念すべき第1回ですよ。いきますよ。すいません、もうなんでまたやるのかよっていう感じですよね、うん、代わりのね企画がもうないんですよね。もうでもこれでもうね、ビーダ出たら終わりですから。おまた結局また結局やるんやな、もうずっとまあまあまあ、この前の 3DS もまあ本当の意味での当たりっていうわけじゃないですから。なんかね、私のことが大好きな子がですね、この1000円の自動販売機の大百科をニコニコの、サイトの方に上げまして、すごいですよ、今まで出たものリスト全部載せてるのもありますし、これね、1000円自販機の僕のボタンが押したのがどこが多いかとか、どこが売り切れが多かったとか、それ全部データ化してるっていうね、頭おかしいやつがいますからねそちらの方もね、皆さん、1000円の自販機大百科ドグ生1000円の自販機で検索してみてください。出てきますので、本当僕の好きな子はね、頭おかしいやつ多いんですよねで勝手に寄ってきてね、勝手に俺に切れて勝手にいなくなるんですよね本当に鬱陶しい話ですよ。じゃあいきましょう。なんかデータによるとね、ここを押す確率が僕高いんですって、一番押したんですって。じゃあ今回もここでいきましょう。すごい、おー、もう当たったんちゃうかこれズバーンいったぞ、ズバーンって。すごいね。まあでもね、とはいえとはいえ、いきなりはい来ました、ホワイトボックス。でも重量が相当あるよ、うん、重たいもんこれ。なんでしょうね、このマイナスは。マイナスね、でしょう、このマイナスはね。行きましょう。おそらくはゴールドバーちゃうの、また。なんでしょう、ん、 LED キャップライトもうライト関係ばっかやな、前が。なんであんな音したんやろな。すごかった今ドカーン言った。多機能ツールコンビニマン。お しょうもない、こんなことまた続けんのか、アホ。おお、あ、お、誰かが出したであろう。うわ、入ってる。なんやなんやなんや。ノースピック。面白いじゃん。なんじゃこれ。これ鼻に、あ、でもつけられへんわ。壁につけるやつや。そりゃもう捨てるよ、こんなもんあったら。ということで皆さん、1000円自販機帰ってまいりました、ね、何年ぶりかに帰ってまいりました。こちらをまた次は PS ビータが出るまでやりたいと思いますので、相も変わらず見ていただければ幸いかと思います。有名芸能人も多数出演予定しておりますので、今回からまたパワーアップしてやっていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。